前回のカズクラ、ついにカズクラは完成させるようだ。そう、スライムトラップ。今回違うのが、ゼロ以下の深いところに作ったってことさ。一つ一つ丁寧に層を作り、そしてゴーレムを配置させるんだけども、これがまた巨大すぎてすげえ時間かかっちゃった。あー、たまには息抜きも必要だな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。どうもです、こんばんはです。どうもどうもどうも、元気してましたか皆さんも。カズクラは元気です。そして視聴者さんも元気な人が多いようで、ただくるみさん、濃厚接触で自宅待機になってしまい、2020年21年と全部見終わり、2022年、めちゃめちゃ見たなこれ。夜寝れなかったのですが、採掘会をリピート再生することで寝ることができました。ありがとうございますと。いやー、ほんとおつでございます、おつでございます。本当にもうそろそろ解除されたかな、おつでございます。はい、私聞きました。一番大変なのが、子供がコロナに感染し、親は大丈夫。ほんで、子供が確か10日間かな、10日間の療養を終え、そうすると外に出ることができるんだけども、次はお母様かお父様か分からんけど、そちらの方はそこからまた7日間、おとなしく家で待機しないという、やばいよ。最長、17日間か、最後の最後でかかったら20日間ぐらい、はい、自宅待機です。大変ですね。もしそうなって人も、でも視聴者さんいると思う、ぜひカズクラで時間つぶししていてください。はい、寝れますよ。さあ、というわけで、いろいろと頑張ったんだよ。どうなんだろう、溜まってんのかな。こっちの方で、ちょっと作業の方はしてたんだけど、本当は上の方もあれちゃんとやらんとあかんないけどね。遠すぎて湧いてない説はあるんだよね。遠すぎて湧いてない説。うわっ、バシューン。どうなんだろう、どうなんだろう。ここで見れたらいいんだけどな。あ、待ってないか、来てないか、来てないか。スライムさん、まだこの周りの湧き潰しがいまいちなのかわからんけど、あ、いる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 、今見えたよね。ゴーレムさんのこと見えてなかったかな、どうなのかな。これ1個ぐらい壊してもよかったのかな、上のこの層ぐらい。飛び越えてきそうなんだけど、こうするとゴーレム時代は3マスか、だからこれ壊したところで出てこないかもわからんね。うん、これ壊したら出てこないかもわからんけど、スライムが入ってきて大変なことになるかもわかんないっていう、そのリスクだけはある。ちょっと右行こうか。バシューン。どうどう、うーわ、入っとるわ。14個だけ。爆湧きとは言ってないけどまあ言ってる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 。とりあえずは一応成功だ成功だ。なんかあ、でもペチャペチャ聞こえてる、ペチャペチャ聞こえてるわ。あ、いる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 、ほらほらほら、あっこいい。あ待って、ゴーレムパンチの引き付けが優秀すぎて手前でやられてる説があるぞ。今の見ました？その説あるな、これ。もう、本当に乱暴なんだから。ねえ。まあ、今日は、ちょっと装束などをね、いいものにしていこうということで、はい。ちゃんといろいろと完成させる回でございますよ、今日は。ゆっくりのんびり、行きたいなと思いますね。ほんで本日ね、見てくださる方、結構見てくださる方は多いんですけど、実はチャンネル登録者見てる方の半分ぐらいなんです。ただその中現れてくれました。ゆまさん、ありがとうございます。以前から見ていたんですけど、今日チャンネル登録してないことに気づき、チャンネル登録しましたと。毎回楽しませてもらってます、ありがとうございます。ということで、はい、チャンネル登録ってどうなってる、どうなってる。登録しなくてもいいから、ぜひ現状をコメントで教えてください。チャンネル登録あしてませんねとかね、なんかぜひ現状を教えてください。さあ、というわけで、本日もはい、適正攻撃ね、適正攻撃していきましょう。これありがとう、ありがとう。額縁もこれ溜まってきたよ、裏蔵で。エメラルドもマジで増えてきた。ガラスも、いや、ただそろそろ、そうだよな、そろそろ欲しいよな、あの人も。耐久の師匠さん、その人も欲しいよな。上の方もまだまだね、これ空いてますので、上の方もちょっとね、まだ考えたいなと思っております。はい、さあ、ということで、いろいろと綺麗にしていきたいなと思います。何これ、もう本当に、もう何。ほんで今日はあっこですね。はい、あっこの中材料集めましたよ。そこもやっていくし、ちょっと片付け、まあ、とにかくいろいろとやっていきましょう。わわわわ、バシュン。わあ、初見台の秘書さんも欲しいんだよな。こっち誰か就職せんかな。あと一人をね、ここでちょっともう待ってみよう。さあ、というわけで完成させていくよ。まずは
木材ゴー、ここからジャンプで飛び乗り。オッケー、これ63。よしよしよし、これでチェストがめちゃめちゃいっぱい作れて、まだいっぱいある。これでまだめちゃめちゃいっぱいチェストが作れてしまった。見てください。こんな感じでどんどんと私は配置していたのです。はい、というわけでここ、はい、なんとなくね、はい、いっぱい配置していきましょう。もうなくなっちゃった。はい、おお、もうあるわ。あ、まててててててて、あー、よく寝た。あー、寝た寝た寝た。短時間睡眠、ショートスリーパー。俺はショートスリーパーやったか。おらら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 。おー、よっしゃ。いや、昔、あ、でもショートでもないな。いつもだいたいね、4時間から5時間っていう時期もあったけどね、合わんかった。なぜかって教えてあげようか。日中すげえ眠たくなってはかどらねえから。睡眠時間 4,5 時間のオーラかっこいいみたいなちょっと思ったんだけどさ、あの日中すっげえ眠たくなるのよ。うとうとしてる時間がね、あの結構あって、あれと、これは普通に寝た方がいいんじゃないのかと。それは結婚してから気づきました。結婚してからだいぶ生活がね改善されたからね。いや、でもあの量足りんかったか。これもっともっともっとコリ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 いっちゃおうぜ。まあだからみんなね、何よりも睡眠だ。やっぱちゃんと寝てるやつにはかなわんと誰かが言ってただろ。かなわんはやっぱね、じゃあこんだけ寝ますよと。だからここはできませんよっていうね、ここの作業はできませんよっていう選択がね上手なんだよ、そういう人って。まあ寝ずにやるっていうのももちろんね、まあやっぱそれはそれで大切なんだけど、やっぱその寝るからこの作業しかオラはやらないよと、うん、その選択できるっていうね、そこのね、そこの賢さ、ちょっと私も見習いたいものでございます。私もどうしても欲張っちゃうんです、本当に。さあ、というわけで今やってるうちにすごい量の、頭皮の原木を手に入れてしまって、これでチェストが1個、なんと100個も作れない。これで100個も作れんのか。まあここら辺はもうほぼほぼ、あとこっち1列だけだな。優秀、もうハリボテと言われん。うん、これでハリボテじゃなくなるんだと。あと2つや。もうちょっとこの葉っぱを消してから、もうちょっと待とう。こっち、この間に、はい、適正攻撃所へ。今日もありがとう、感謝します。ありがとうございます。あ、そしてこちらについて質問が1個来ておりまして、吉吉さん、カズ法律事務所のカズクラさんへ質問です。村人を1マスに閉じ込める行為、教育と称してゾンビ化させる行為、取引先へ治療の見返りとして適正価格と、あ、ごめん、ごめん、嫁、うん、開拓行為は犯罪ですかと。はい、もうちょっと国語勉強していけばよかった。これ合法です。はい、見てみなさい。皆さんにはどう見えますか。これぜひ皆さん、コメントで教えていただきたいんですけど、この村人さんたちの目どう見えますか。絶望してる、そんな目じゃないよね。輝き、希望に満ちている。そう、本人が良ければもうそんでいいんですよ。希望に満ちて、ほら、たった1円でほら攻撃をしようとしてくれている。ありがとう。希望に満ちているっていうことなんだよ、これ。希望なんだわ、アンパンマンなんだわ。どうも、希望に満ちて、アンパンマン、ありがとうございます。よかったよかった、希望に満ちていてよかったよ、本当に。だいぶ溶けてきた。あとは学部中いろんなところにねぶっ込んでんだ、ほら。あんま大きな声で言えねえけど、額縁いろんなところにぶっ込んでて結構行方不明になってんだ。だから早く完成させないといけないよね。うん、セーフだわ、大丈夫だったわ。だからチェストを作り、水バケツ茶ケツを成功させ、これなんで下の方壊れないんだろうな。ちょっと吉ソードで直しちゃうよ俺は。あーし、よし、じゃあこの残った額縁、いや、まださ、どっかにあるぞ額縁。ほらった、もうないか、もうないか。とりあえずこれで、はい、チェスト OK でーす。チェスト OKOK。 ほいで額縁もいきます。やったー、完成でーす。いやいや、めでてーよ、めでてーよー。いや、なんかめでたすぎるからさ、なんかもうちょっと頑張ろっか、これな。もうちょっと頑張って、装束などね、やっていきたいなと思います。いってきますか。まずはここもちょっと合わせて削っていきましょうか。ほいで、あ、間違えた、石のハーフブロック作っちゃって、間違えた。これだな、こういうことだな。足場台はねえか。ちょっと待ってくれ。あー、すっきりした。いや、最近めっちゃキムチ食べてるんだけど、なんか相性がいいのか、すげえ絶好調です。何が絶好調かは言わんけど、絶好調です。食事中の方もいるんでね。うん、足場はなくしたね。
足場代なくしたね、これなくなったわ。くそ、で、誰がこんなことを。よーん、さあ、というわけでハリハリでございます。ハリハリ、こう削る必要なかったっていうことを思い出してね。こうだね、削る必要なかったんだよ、奥の方は。いいね、こういう感じで。あ、いいね、ウィーワン、うん、ウィーワウィーワウィーワ、うん、ウィー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 、おお、よーし、他の微調整もやっていくぞ。はい、はい、まずは照明もらいに行こう。おお、青白いやつも作りたいな、これ。うわお、ちょ、かっこよくするか、魂の松明作るか、これ。おーし、決めた。あ、魂のランダムめっちゃある。ヒューッ、じゃあ、これだわ。ちょっと暗いんだけど、これ量をつければ、これちょっと暗いような気がするんだよ、これ。普通のランダムより。わかんないと思う。多分、どう？ライト4、3、ギリギリ。ギリギリかな。1、2、3、4。うわ、ぴったり。気持ちいい。4マス置きに置いてる、1。1マス長い。よいしょ、1234、1234、 OK。 わーお、わーお、いかつくなったな。あー、濃いな。ちょっと色の違いを出していきたい。これが一番マシなのか、こうかな。よし、これでいこう。おお、うわー、あとここも変えるかな、せっかくだから変えるか。楽しくなってきちゃった。いいんじゃない。あー、危ない危ない、痛いと思った、今痛いと思った。あー、危ない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 よ。君、足の裏にしっかり刺さったじゃないの。おほほほほほ、こんなもんけ。ここもなんか、はい、もう仕上げちゃう。はい、というわけで本日はこんなとこで終わりましょうかね。綺麗に完成いたしました。いや、ただあとこれに仕分け一部かませるようにしておくとね、より便利な競技もらいますので、はい、また将来的に頑張っていこうかと思います。というわけで、本日はこんなとこでございますね。頑張ったわ、おら頑張ったわ。みんなの応援でアドバイスでどんどん、この村が良くなってきますので、ぜひコメント、はい、高評価お待ちしております。というわけで、またお会いしましょう。バイバーイ。